写真拡大。伊吹雅也コラム一点で仕留める。Win5。先週末の Win5 は1月9日が39万3910円。1月優勝馬計10頭はいずれも単勝5番人気以内で、半数の5頭は単勝1番人気でした。上位人気馬ばかりを選んだ組番は、少ない資金で勝負しているプレイヤーも抑えやすく、過剰に売れてしまいがちです。実際、単勝支持率通りに残り票数が減っていったと仮定した場合の配当理論値は、1月9日が約52万円、1月10日が約27万円。1から2割くらい損をしてしまったと見ることもできます。もともとの払い戻し率が7割 74? あることを考えると、この割合は無視できません。対照的に少ない資金で勝負しているプレイヤーが手を出しづらい組番、すなわち人気薄の馬を落としも、こうしたセオリーを意識しながら攻略に取り組みましょう。大幅にアップするもの。明日1月16日の Win5 は、総出走頭数が79頭、総組み合わせ数が98万3040通り、土曜12時現在。総組み合わせ数が90万通りを超えるのは2021年の10月31日、110万5920通り以来で、非常に難度の高い回となりました。2022年1月16日発売分の一点予想。中京 10R6、 グランパラディーゾ中山 10R9、 スマートアルタイル小倉 11R15、 前走の講師が JRA、 かつ前走の上がり3ハロンタイム順位が5位以下だった馬は、1の0の3の44と期待を裏切りがちです。とうとう ES 中京 10R 名将マサヒネコラルの区間、ハリーバローズフルボートシゲルタイタンなど出走馬の大半はこの条件をクリアしていませんが、前走で出走メンバー中上位の上がり3ハロンタイムをマークしていた馬が優勢。狙ってみたいのはグランパラディーゾ。前走は着順以上に高く評価できる内容でしたし、コース代わりはプラスに働くと思います。2レース目、ジャニュアリーエス中山 10R。 先行力の高さを生かしたいタイプや、馬格の前走のコースが国内かつ前走の4コーナー通過順が3番手以内だった馬は、2013年以降面白そうなのは、東海エトワールチェーンオブラブスマートアルタイルリサーニングあたり、かつ前走の馬体重が408席上位のスマートアルタイルは抑えておきたいところです。1-1-1-3-5ですから、ウルトラマリンアポロビビラは評価を下げるべきでしょう。3レース目、モジエス小倉 11R。 ほぼ同じ条件で施行された2021年のモジエスは、前年以降かつ JRA かつ1600から1700メートルのレースにおいて1着となった経験のあった5頭のうち、3400メートルや1800メートルのレースを主戦場としてきたベルダーエメルホールシュワンハギのアトラスらは、扱いに注意すべきかもしれません。注目しておきたいのはレディバニエクレアスパークリスマッシングハーツあたり。スマッシングハーツはコース代わりも高く評価できます。4レース目、日経新春杯中京 11R。 前走よしみ相場が強いレース。前走の着順が6着以下だった馬は、2016年以降2-0-0-5-0なので、養蜂レイクラは過信禁物と見るべきでしょう。また前走の条件がオープンクラスかつ前走の上がり3ハロンタイム順位が5位以下だった馬は、2016年以降0-1-0-4-3、末足が明暗を分けそうなメンバー構成となった分、マイネルウィルトスフライライクバードあたりも疑ってかかりたいところです。通常の識別であれば比べるエフェクトオンの2頭も楽しみですが、
中心視したいのはやはりステラヴェローチェ。特に不安要素が見当たりません。5レース目、京成杯中山 11R。 こちらも大敗直後の馬が信頼できない一戦。前走の着順が2着以下、かつ前走の1位入線馬とのタイム差が 0.3 秒以上だった馬は2018年以降0の0の0の18でした。テンダンスらは評価を下げるべきだと思います。生産者がノーザンファーム以外、かつ前走との間隔が17周以上の馬は2018年以降0の0の0の15。ノーザンファーム生産馬を除くと休養明けの馬は期待を裏切りがちです。なお馬番が8から17番の馬も2018年以降1の1の0の21と今一つ。鳳凰プレミアなど外寄りの枠に入った馬はあまり強調できません。の傾向から強調できるのはベールランスアライバルルークスヘリオス体制リバインあたり。生産者がノーザンファームの馬は2018年以降1の3の3の7と堅実ですし、アライバルは特に有力と見て良いでしょう。